っちには五条悟がいるんだぞ。うん百年ぶりの陸眼と無下限呪術の抱き合わせ。あいつが近くにいる限り星晶体はまず殺せない。お前もか。さあどうかな。五条の周りの術師と五条本人の神経を削ってもらう。でもさ、自組織集団Q はわかるけど、万世教の方はなんでガキンチョ殺したいわけ？崇拝しているのは純粋な天元様だ。星晶体。おい、ちょっと待て。いや、なんでもない。こっちの話。おっと。ぼちぼち俺も3000万しっかり戻せよ。ああ、今スクナのせいで人が死んでるかもなってへこんで、俺には関係ねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど。